さあ皆さん始まりました。9月の12日、今が16時13分、いつも通りマーケットの分析やるんだけども、今日日経平均308円上昇ですね。まあ個別銘柄ごとに上がってきてるやつがあったし、僕が持ってる銘柄も含み益増し増しなんで、まあ嬉しい状況ではあるんだけども、ただし半導体株まだやばいですよね。まあ今日も下がってる、弱かった。で、あと重工関係。IHI であったり三菱重工であったり急落してるでしょ。で、後輩通り回り銘柄もちょっと高値で揉み込むような動きになってるので権利落ち前にですね、ちょっとね、やっぱし上値の重たさってところが個別銘柄ごとに出てるという状況です。なので現状のマーケットの分析、状況のアップデートやっていきましょう。とにかく今年、まあ、今週に関してはかなり重要なイベント目白押しなんでね、よろしくお願いします。で、僕に関して言うと、ちなみに2013年から7年間証券会社に勤めていて、最終本店まで行ってます。で、ボーナスになってね、毎年社長賞取ったり、実務経験はしっかりと積んできているので、そこあたりを踏まえた上で、これからの話、参考にしてもらえると嬉しいです。皆さん、チャンネル登録と高評価ボタン、頼むでほんまにという流れの中で、さあやっていきましょう、日経平均。まあ、今日ね、308円上がってくれて、まあ、ありがとうって形なんだけどね。グロース株はもう、ここの段階で切ってるので、僕は持ってないです。もうバリエーションを意識した買いをして、そういった銘柄ってやっぱし一旦下がったとしてもまた上がってきてますよね。含み益が増し増し状態なんで僕嬉しいんだけども、ただね、日経平均どこまで行くかなんだよね。今月はおそらく PR16 倍の理論値33,364円ぐらいまでなのかなって気がするんですよね。もし上がったとしても。で、そこあたりも踏まえて、分析していくんだけど、パラボリック、このドットチャートは冷やしの上の方に点灯して下落トレンド形成。はい。で、ストキャスティックスは下がっていて中途半端です。RSI は切り上がってるので、ここの上値抵抗ライン抜けてくるかどうか。とりあえず、ここまでの戻す期待値はあるよねってところ。で、MACD も、青のラインがオレンジラインを下から上に突き抜けて上昇トレンドを形成中です。まだ下落トレンドは形成してないですよね。で、今月末が皆さんご存知の通り、一大イベント、配当取りになるので、まあ、それに向けて、買いの手は入ってくるだろうし、空売りの買い戻しも高配当銘柄で起こりやすいってところを考えると、そこあたりは牽引して日経平均が少し上がってくれることをね、期待したいですよね。ただグロース株に関してはやっぱしまだ上値重たい。なぜなのかっていうと、やっぱし日本の利回りが上がっちゃってるからですよね。金利がね、今の日本の10年債利回りまた上がっていて 0.707% まで上がってるんですよ。で、13日から明日に関しては、アメリカの CPI の発表も控えてるわけでしょ？為替の変動リスクを目先で安いっていうところで、まあね、ちょっとね、金利がね、もしかすると CPI 悪化してからアメリカも上げてくるかもわかんないからね、グロース株はなかなか手がかけにくいですよっていう状況。特に、今月は配当取りの月になるんで、なおさらね、やっぱ中小型株で資金は迎えにくいですよね。だからマザーズとか下がっちゃってるけどさ。はい。なので、一応その機動的なところで言うと、こういったところを依然として想定はする。一旦上がって下がって、要はその月末に向かって、まあ力強い動きをなんとなくしてしきますと。まあここからもうちょい切り返してくるのか、横横になるのか、まだわかんないんだけど、とりあえず月末までは大きな値崩れはないのかなと。で、一旦下げます。はい、権利落ち越いね。で、その後上がって年末安。こういった軌道かな？これはもう前から言ってる通りですね。6月、7月が日経平均のすった金なので、そこから半年後の12月は売りが出やすいです。強制ロスカットですね。信用取引で買った人たちって、大多数は半年後には必ず売らないといけないんですよ。6月、7月に買ってるんだったら半年後は12月でしょ？プラスじゃないな。かけることの損益通算ですよ。税制上の売りが出やすいので、12月はね。そこで、要はその、今って高配当銘柄がバババって上がって、みんな儲かってる人多いじゃないですか、結構ね。で、もしかすると今ね、目先利益確定売りしてる人、多い可能性あるんだけど、てか実際多いです。個人投資家売ってるんで、今の上昇の局面でね。はい。まあ利益出てる人多いですわ。ただ、一方で、一部半導体テック今値崩れして、含み損抱えてる銘柄とかもあるわけですよ。人によっては。はい、そういった時ってどうするかっていうと、還付目的でやっぱし損してる銘柄売るでしょ。税制上の売りが出やすいじゃないですか。はい、一旦売った方が税金の還付が多くて得だよっていう人は、バリエーション度外視した売りを出すので、年末に。そのタイミングがチャンス、ピンチはチャンスですね、年末年始。はい、6月すった金で
今軟調な値動きをしていて、需給的に信用改ざんが多くて揉み込んでる、安値で揉み込んでる銘柄、ワンチャンやっぱし年末安つけてくるやつとかあると思うんですよ。そういった投げ売られてる銘柄はバリエーション以上にさらに安くなってる可能性があるので、ちょっと拾いたいなっていうふうに思ってるのが今の僕の心情です。はい。で、あとは PR の理論値ですよね。これがやっぱし存在するのがでかい。 PR16 倍の理論値 33,364 円、15.5 倍、15倍の理論値がここあたりに存在するんだけど、また下がってんの、この理論値が。日経平均っていうのは PR、過去の推移を見ると、だいたい PR11 倍から16倍のレンジの中で動くのが一般的なんですね。もちろん、イレギュラーな時があって、16倍を超えてさらに上がるっていう、そういった局面もあるんだけど、だいたいは、ここが天井ぐらいっていうふうに言われてる。PR16 倍が。で、それが目の前に存在してるって中で、やっぱし過熱感あるわけじゃないですか。配当落ち後どうなるかですよね。半導体株とかも下がってきてるし。で、そこの理論値のところも一回見てほしいんだけども、これですね、日経平均の理論値、どん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 下がってるんですよ。なぜなのかっていうと、一株、日経平均の一株当たり利益がどん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 下がってるからですね。9月の11日時点、昨日時点、今日のデータまだ出てないんで、2085.28 円。ピークが2200円だったんで、そこからどん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 利益が下がってるんですね。で、その関係でどうなってるのかっていうと、これがね、日経平均の理論値の計算式になるんだけど、さっき言った2080数円に PR16 かけてほしいんですよ。33,364 円。PR15.5 倍をかけてもらうと、理論値が 32,322 円、15倍が 31,279 円。あれれ、理論値がどんどん下がってるね。ここ上がり 34,200 円近辺だったのに、今もう900円ぐらい理論値下がってるんですよ。なぜなのかっていうと、やっぱ中国の問題。もしそこが下振れているので、景気が。はい。売上高、中国の売上高比率が高い銘柄に関しては、下押し圧力が入ってるじゃないですか。特に、やっぱし、テック系。はい、利益率大幅な低下っていうところもダブルで来てるというところで、日経平均の一株当たり利益が下がっちゃいましたよと、いろんなことが、まとまってきてね。で、その結果、日経平均の理論値が下がっちゃってるんですよ。やっぱしこれは上値を抑える展開になりやすいし、ということは、次の決算シーズンでさらに今言った一株当たり利益が下がってこないかどうかっていうところ、これも重要ですよね。今回の決算でめっちゃ下がったから。日経平均の理論値が。で、次の決算でまた悪いものが出てくる、下方修正とか出てくるとか、そういったことになるなら、この EPS も下がってくると思うんですよ。もしかするとワンチャン2000ぐらいまでね。そうなってくると、さっき言ったベンチマークとなる理論値が下がってしまう、イコールやっぱし売りにつながりやすいという結果になる。ということは、次の決算めっちゃ重要だよねっていうところだと思います。はい。で、日経平均の過熱感等も確認するんだけど、まだ依然として過熱感は伴ってるかな。はい。騰落レシオ、9月12日、今日時点分で言うと、6日だけが加熱していません。で、騰落レシオっていうのは、日中値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の比率から求められる指標であって、120を超えると加熱気味なんですよ。逆に80を下回ると売られすぎなんですよね。目先、まだ、やっぱし加熱感伴ってる。特に重要なね、騰落レシオ125日の分に関しては126ですからね。過熱感を伴いながら、今日経平均、日本株は動いてるよね。だから短期的な調整が個別銘柄ごとに多く入ってるという状況。で、さっきも言った通り、はい。個人投資家大量に売ってるので、要は利益確定売り、まあ、損切りもあると思うんだけど、利益確定売りも出てるんですよね。9月の1日の週に。9000億円相当出てるんで。で、かつ、日照合計の信用倍率に関しては、信用改ざんが 3.4 兆、5兆ぐらい積み上がっていて、売りよりも買いの方が 3.88 倍多い状況でしょ？こういった需給が重たい、全体的に重たい状況で、個人投資家も今の、要は状況で利益を吐き出しています。で、中には含み損を抱えている銘柄があるとするなら、年末に損益通算に動く手が結構入ってもおかしくないのかなって感じはするよね。まあ、まだ数ヶ月残ってるからさ、先のことはまだ何とも言えないんだけども、途中なんか大きな値動き入ったら修正するけれども、さっきの軌道は。一応そういった状況で動いてる日経平均は。なので、今月は、配当取りもあるんでね、行って PR16 倍ぐらいかなって感じはするよね。うん。こんな感じです。はい。じゃあ、今日日経平均のちなみに上下に寄与した銘柄がどこだったの？これも確認したいんだけど、
上昇企業度1位がファーストリテイリング 1.16% 上がって日経平均40円1銘柄で押し上げました。で、2位ソフトバンク、東京エレク、KDDI、NTT データ。まあ、ここあたりが上がってると。で、ソフトバンクグループに関しては昨日と引き続き続投なんで、まあ、儲かってる人多いでしょうね。なんでかっていうと、今週の台風の目はソフトバンクグループですよっていうのは、日曜日のライブ配信でも言ってたんで、それ言った翌日、昨日からもうバババって上がってきてるからね。はい。もう短期的に含み益出てる人はね、うちのチャンネル多いと思うんですよね。うん。夜の昨日のライブ配信とかでも、聞いたら利益取れましたって人いたし、デイトレでも取れましたっていたし、人もいたし、ただその反面下がってる銘柄、これがえげつないと、アドバンテスト下落続し、続落と、2.2% 下落ですね。で、エーザイ、伊藤忠下がってて、IHI とか、三菱商事とか、まあ、ここあたりが下がってんだよね。その後輩と売り回り銘柄の一角に売りが出てるのと、あとは、半導体株が依然としてきつい、で、重工関係が悪材料出たので暴落してると、三菱重工とか、ね、カージューとかね、IHI とか。で、そこあたりの動きをちょっと見ていきたいので、次に見ていくのが、主力銘柄の値動きの分析ですね。まあ、とりあえず上の方から見ていきましょうよ。アドバンテスト、続落ですね。まあ、ここは予想していたんで、別にその驚くところはない。うん。もう、予想通りの下落ですね。ここに関しては僕のライブ見てくれてる人、動画ずっと見てる人わかると思うけど、ヘッド&ショルダー、やっぱしこれ効いてきたね。もうこの段階で効いてて、ここでね、割ったら終わりだよみたいな感じだったら、割ってから下落方向にバンドオークでしょ。この流れで言うと、分割に向かっていった下げていく流れになるかもしれないね。で、分割で、ボトム取っていった上がっていくとか。はい。そういった動きになるかもしれない。で、他のところで言うならば、あとはそのレーザーテックも、今日下がって 1% 下げ。半導体見よっかね、とりあえず。で、ディスコあるでしょ。ここも、一旦そのトレンド崩してきてるんで、一旦目先は手出さない方がいいと思う。ダイバージェンス終了してきてるんで。なぜなのかっていうと、日足の割れ抵抗ライン切り上がってます。なのに、RSI の割れ抵抗ライン切り下がっていて、MACD の割れ抵抗ラインも切り下がってたわけでしょ。でその段階で、RSI の今まで意識されていた下値抵抗ラインを、ブレイクダウンしちゃったんだよね。なので、これ、ダイバージェンス、まあ、大きな上昇局面が終わった後に出てくるパターンであり、かつ、日足が25日ボリバンの中央線割ってきてるじゃないですか。今までは、この2つのライン、ボリンジャーバンドの中央線と25日ラインをボトムラインとして、上下、まあ、繰り返していた、もう大きな上昇トレンドが形成されてたんだけども、そこのライン割ってパラボリックも下落トレンド形成してるわけでしょ。あとは5日と25日がデッドクロス組むと終わりだと思うんですよ。ここの一旦の流れはね。なので、今は、これは、買う、下がったからといって、僕だったら買うところではないと思ってます。上がったらごめんなさい。でもこのパターン出てきた時って結構慎重にならないといけないんで、まあ、ここあたりも一相場終わったような感じしますよね。とりあえずね。で、主力戻るんだけども、まあ、その反面ね、上がってるところもちろんありますよ。ファーストリテイリング 1.16% 上昇。で、東京エレクトロンは、ま、ちょっと自立反発的な上げが入っていて、一番やっぱね、強かったのがソフトバンク。行ってこいだったけど、もっと上がってたんだけどね。ちょっと下がっちゃった。まあ、ここはね、美味しかったね、でもね。この2日間の上昇はね、明日以降も上がってほしいけど、はい。まあ、想定通りこう上がってきたんで、もう乗れてる人は乗れて利益取れてるような形かな。うん。夜のライブ配信はね、よかったらね、皆さん参加してほしいです。だいたい21時半とか22時ぐらいからスタートしてるんですけど、今マーケットの分析してるけど、夜は個別銘柄の分析特にやってるんですよ、重点的に。で、重要な翌日の注意点であったりとか、翌週に向けた注意点であったりとか、先々の注意点とか、まあいろいろと話してるので、動画の最後の方はね。はい。よかったら、参考にしてほしいなというふうに思うんだけども、まあ、とりあえずね、ソフトバンクとかは上がってくれてよかったねって。で、キーエンスであったりとか。ここに村田はまあまあだよね。うん。若干戻ってきてるとこあるんだけどね。ニデックとかもね、200日ラインで揉んでるんだけどね。ただ、あともう一つ言っておかないといけないのが、やっぱし、アージューであったり、そこあたり。もうえげつなかったですからね。IHI とか。IHI が 15.81% 急落、三菱重工も 4% 下げ、川重 5.89% 急落ですよ。で、これ何が問題だったのかっていうと、どうも部品の欠陥らしいんですよ。これ関連記事が目の前に僕今手元に用意してるんで、
読み上げるんですけど、航空機関連の重工株が大幅安となっていると。エンジンを共同開発するアメリカの航空機エンジンのプラット&ホイットニーですね、 P&W の親会社 RTX が航空機向けのエンジン欠陥をめぐり11日のアメリカ市場で約2年ぶりの安値を更新したと。釣れ安してるんですよ。欠陥が見つかったのは P&W が手掛けるギアードターボファン方式エンジンで、エンジンですね。はい。IHI、川崎重工、三菱重工が、なんとなんと共同開発に参加しているという、参画しているという。改修検査の影響は、当初計画よりも、さらに拡大する見通しといい、来年前半に航空機650機、26年までに、年間で平均350機が飛行停止を余儀なくされる可能性があると。で、やっぱりその防衛関連でね、日本の重工系上がってたんだけれども、特にその三菱重工とかカーシュとかね、直近上がっていた分、その影響が出て、絶好の利食いの、理由にされてしまったって感じですね。大きく下がってると。で、IHI に関しては、まあ一番弱かったんでね、まあ、ドーンって出来高もものすごい伴いながら引き上げベースで下がってるんだけど、これね、急落は3日までですね。僕を見て配当利回りは 3% ぐらいでしょ。これ大きいしなー。時価総額確か5000億円ぐらいだったんだけど、で5日移動平均線で大きく乖離してるんでね、翌日上がってくる可能性もあるんだけど、基本忠実に急落は3日まででいこうと思ってます。急落した場合3日目4日目要は連日下落が続いてくる可能性があるんですよ。で、2日目、3日目ぐらいに自立反発が入りやすくなってきて、それが来るかどうかを見たい。ただね、これ5日移動とね、結構、てか相当乖離しちゃってるんでね。もう 14% ぐらい乖離してるから、ワンチャン明日上がってくる可能性もあるんだけど、引き安値の動き見て、まあもう少し見るか、出来高も伴って下がってるしねっていう感じで、僕は見ました、今日は。いや、利回りね、あるんだよ、3% ぐらい。うん。ね、ここの前に下がってるわけでしょ？だったらちょっとその、拾おうかどうかなーって思ったけど、やっぱしその自分の合言葉が頭の中によぎったんで、はい、ちょっと急落は3日待とうかなっていう状況ですね。まあ、とりあえず重工であったりとかもね、ちょっと根崩れしてて、で、海運系はね、今日上がってたんだけど、パラボリック下落トレンド形成なんだよね。高配当銘柄とかちょっとその、上値重たい展開っぽい感じで動いてましたよね。イデミツとかエネオスもなんかバンド置く後の日柄調整入っちゃってるし、インペックスとかも日柄調整で上がってるけど、高値圏内でもみもみしてる状況でしょ。これも権利落ち前に下がってくること意識ですね、一旦ね。こんだけ値上がってるんで、値上がり益取りに行くっていう動きは、必ず一部は出るので、はい。そういうところは、しっかりと、皆さん意識してやっててほしいかな。じゃあ、そこあたり見ました。次に見ていくのがドル円です。今ね、146円の80銭台なんだよね。円安円高行ったり来たり状態。はい。これ、明日の重要イベント控えてるので、そこじゃないとなかなか動かないと思う。やっぱし、日本の金利 0.7% まで上がってるんだけど、アメリカの金利が一番、やっぱし基軸っていうか世界の中枢になるわけじゃないですか。で、明日アメリカの CPI が発表されるという中で、過度な円高にも行きにくいと。CPI、やっぱし今 WTI 原因も上がってるから、もしかすると予想を超えてくるかもしれないっていう風に言われてるわけでしょ。ちなみに明日ライブ配信9時からやりますんでね、皆さん、集合でよろしくお願いしますね。CPI 発表ライブやるんで。で、そういった中で CPI がもしかすると予想ぶれてくると、金利アメリカの方がまた上がってきて、それがやっぱし全世界全体に影響して、またね、やっぱし円売りドル買いに動くかもしれないじゃないですか。で、一旦と、円安一旦とすると、150円まであとわずかっていう水準なんで3円ぐらいなんで、為替介入っていうリスクもあるでしょ？そこで円安から円高に、ジェットコースターみたいな、ビュンビュンこう動くみたいな。とにもかくにも、今週はね、為替がね、大きく動くと思うので、そこあたりのその関連銘柄は、上がったとしても、なんか楽観視はまだできないよねっていう感じではあるよね。為替の変動リスクはどうしてもね、高い周囲になりやすいと思う。はい。そんなところで、まあちょっと期待値低めになる可能性を意識。で、その後、そんなところに含まれた上で、ドル建ての日経平均はどうなの？今、上がってるんだけど、これね、日経平均割ることのドル円で、海外投資家見てる日経平均なんですよ。で、これね、上げてるんだけど、まだね、決定的なライン抜けてないんだよね。
あさってなんだよ。木曜日。海外投資家の投資対別、投資主体別売買動向が出てくるのが。で、海外勢がここあたりで買ってるのか売ってるかなんですよね。ここで買ってるんだけど、9月の一品の週まではね。ここで売ってるかどうか超えないのを見て。そこめっちゃ重要。で、あとそこあたり踏まえた上で、日本株と米国株の優位性はどっちに傾いてるのってとこなんだけども、日本株に傾いたところから、今、ニュートラルにまた戻ってきてるんですよね。これ、NS 倍率。日経平均割ることの S&P500 ですよ。分子が日経、分母が S&P500 イコール、分子が日本株、分母が米国株。上がると日本株優位で、下落すると米国株優位です。まあ、こういったふうに判断します。で、これは今、一旦日本株優勢になったところから下がってるんで、ちょっと米国株より傾いてよね。瞬間ね。瞬間日本、米国、バンバンみたいな感じで動いてる状況かな。とりあえず方向感は横横なんで、今現状。乏しい形ではある。で、そこを踏まえてトピックス。今日 0.82% 上昇ですね。あれれって。日経平均よりも若干アンダーパフォームしてるんですよね。まあ、2400ポイントに到達してから、一旦ね、頭を抑えられてるような形になるんだけど、まだ怪しい動きはしてない。まあ、今月末までは強いんでしょうね、とりあえずね。バンドーク日柄調整だから、パラボリックマック D が下落トレンドを形成するような動きをすると、ボリバンの地方戦25日までの軌道修正が入りやすい。一応バンドークは一旦終了している。これは継続するかどうか。要は。で、日経平均とトピックスの流れを見ると、依然としてまだトピックス優勢ではある。これ何なのかっていうと、日経平均割ることのトピックスですね。NT バリス言われるものです。有名ですよ。意味は、上がると日経平均優勢で、下がるとトピックス優勢なんですよね。要は、日経平均、寄与度の高い銘柄の方が強いのか、トピックスへの寄与度の高い銘柄、要は時価総額の大きいバリュー株が優勢なのかっていうのを判断する指標はこれ。下がってるんで、バリュー株まだ。まあ、下がり下がってないからね、バリュー株で。僕の持ってるやつもやっぱし、上がってきてるんで、どんどんどん。はい。まあ、嬉しいけどね。値上がり益取るかどうか迷ってるけど。でも、長期分はね、そのまま放置だからね、基本的に。よほどのことがない限り。短期分は、もう一旦リグって、最近デイトレとかして、稼いでってるけど、今週は、やっぱし明日重要イベントを控えてるから、慎重に行ってますよ。そこでまた変な動きしてもらったら困るなと思ってるので、持ち越す分に関してはもう準備できてるだもん。で、目先、要はこの月かで仕込むかっていうと、僕は、新規のポジション取らずに、重要イベント通過した後の動きを見てからやりたいなっていうふうには思ってます。まあ一部銘柄はあれだけどね。はい、そんな感じですね。まあとりあえずトピックス寄与度の高い銘柄優勢です。で、マザーズは 0.34% 上げで、まあまだきついですね。5日と25日のデッドクロス形成が目先見えてるので、この水色のラインと25日ですね。ここはもうそもそもまだマザーズの月じゃないのかなっていうふうに思うから、まだだよね。TM 倍率、トピックス割ることのマザーズ。まだマザーズ不利だもん、これ見ても。上がってるし。NM 倍率、日経平均割ることのマザーズ。これ見てもマザーズが不利でしょ。日経平均優位ですよ。なので、市場の順位付け、トピックスが1番、日経平均2番、マザーズが3番目に弱いと、一番弱いと。これはもう依然として出てるかな。依然として出てるかな。はい、そんな感じですね。じゃあ、アメリカはどうだったのってとこなんだけど、アメリカもね、テスラ中心にね、昨日ぶっ飛んだからね。個別株がね。ニューヨークダウは87ドル高で小幅高。まあ、重要イベント控えて、まあ、25日ボリバ、25日ラインはなかなか抜けにくいところかなっていうところですね。ストッキャ、RSI、MACD、依然として、MACD ゴールデンクロス形成しそうだよね。で、S&P500 は 0.67% 上げ。ここも上げてるんですよ。まあ、横横のレンジで、25日ラインとボリバンの、いや、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインと、プラス2シグマのラインのレンジ内での動きになるので、レンジ的な考え方で言うと、まだちょっと強気な方向かなっていう感じかな。で、ビックス指数を見ると、14なんですよね。低いんですよ。これが、明日のイベントで MACD がゴールデンクロスを組んで、水木金っていう形になってくるなら、ちょっと話は変わる。今のところ落ち着いたもんです、ビックス指数は。はい。何か下げに対して、期間がオプションでヘッジをかけてるような、そういった動き方は出てないかなっていう感じかな。で、ナスダックも 1.14% 上がって、まあ、ハイテク強かったでしょ。で、ソックス指数も、一旦マイナスだったんだけど、かろうじてプラス維持できたっていうとこですよね。かろうじてね。
すべては、明日の CPI 次第。CPI 次第。で、その他のところを見ましょうよ。グロース株とバリュー株。ちなみにアメリカどっちが強かったの？若干グロースですね。これ GB 倍率。上がるとグロース株優位で、下落するとバリュー株優位なんだけど、アメリカの方ですね。これ S&P500 のグロース株指数あることのバリュー株指数なんですよ。上がるとグロース、下落するとバリュー。今まだ上昇は上なんで、グロースの方が全体的には優勢かな。一旦落ちてはいるんだけど、流れ的なところで言うと、一旦のその上昇の過程での一旦の下げっていうところじゃないですか。これが明確になんか下落トレンドを形成してくるような感じじゃない。バックではデッドクロス組んでるけどね。うん。で、セクター別の騰落率、業種別で言うと、昨晩一番下がったのがエネルギーセクター。まあ、1.3% 下がって、工業株も下がってると。で、上がってるセクター、一番上がってるのが一般消費財 2.77% 上げ。で、コミュニケーションサービスセクターであったりとか、一般消費財であったりとか、はい、ん？生活必需品ですね。あとヘルスケアであったり、ここあたりが上がってると。で、昨晩マーケットを動かした、まあ、トップリーダーはここだよね。テスラ。自社開発のスーパーコンピューター、道場の活躍で、活用で、時価総額を最大5000億ドル、約73兆円上乗せできる、アメリカモルガン・スタンレーは11日、テスラが自動車運転技術の基盤として開発する、スパコンを高く評価するリポートを公表した。これを受けて、テスラが大幅に急騰したと、10% を超える上げですね。目標株価も、まあ、引き上げてると、400ドルだったっけ ?250 ドルから。はい。いう状況で、昨晩大きく上がりました。だからね、大きくセクター別でも動いてると思うんですけど、一般消費財とか。で、あとね、動いてるのが、クアルコム 3.9% 上昇だったり、ウーバー、リフト、まあ、関連するところが上がってますよね。で、アマゾンも 3.52% 急進。はい。で、メタも上がってると。メタも上がってると。強いね。で、あと他のところで言うと、アップル 0.66% 一旦切り返してる。アルファベット 0.39% 上昇。マイクロソフトは上げ。で、NVIDIA。NVIDIA 弱いんだよね、ただね。ARM の上場控えてるんで。どうしてもその、換金売り的なデスが出てるんだと思う。ARM 買うために、同業他社の株を売って、そっちに回す。ARM を買うためにね、同業他社の株を売るっていう流れが、目先出てる可能性が非常に高いので、で、これに関してはもう先月から言ってるところですよね。半導体株は、アームが上場するまでは弱いんじゃないのっていうところ。まあ実際ね、やっぱし日本の半導体株も弱いじゃないですか。それに準ずる流れで。なかなかね、やっぱそこが終わる、通過するまでは、他の半導体株の物色の手がね、入りにくいんだと思うんですよ。要は、アームを買うための資金がありますと。で、目先上がりそうな半導体株あるんだけども、それにアームを買うための資金を回すか回さないかなんですよ。回さないでしょ。今年最大の IPO と言われてるやつで、大手、ガーファムとかも、まあ、出資を考えてるとか言うてる段階で、そういったやつがあるのに、今残ってるキャッシュを他のところに回すかどうかです。回さないですよね。逆にその、関連銘柄売って、ちょっとアームに、ポートフォリオのその資金を移そうかな、上がってるしとか、NVIDIA だったらね、そういったことが起こっても、やっぱし、しかりだと思うんだよね。そういったところをひっくるめて、半導体株は、まあ今週いっぱいはちょっとまだもたもた上場するまではするのかなっていう感じかな。で、あとその他のところで下がってるのが、はい、ウォールグリーンであったりとか、シェブロン、モルガンスタンレー銀行ね、アメリカのエクソンモービル、ジェネラルモーターズ、ファイザー、ナイキとか、まあ、ここあたりが下がってる。WTI 原因見ましょう。今、87.5 ドルなんですよ。そんな下がってるわけじゃないんだけどね。ちょっと下がったね。で、安定資産である金も買われてるような感じではない、今のところ。指数その他のところ、ただ中国株は依然として続落小幅に、上海、深圳、香港、ハンセンは下がっていて、心配なユーロストック50がね、これね、どうなるかなんだよね。200日移動平均線これなんですよ。見てって、まだ決定的なものはないけど、本当に、こうなったらダメだから。200日ラインと長期のラインがデッドクロス組むとか。なんか似たような形になってきたでしょ？見比べてほしいんだけど、こんな形なんですよ。フリカも近いじゃないですか。こうなったら下行きやすいんで、欧州初の急落、やっぱし原油価格上がってるってところをひっくるめて、見ておかなければいけないと思います。ドイツダックスはちなみに 0.2% 下落ですね。はい。で、あとそのビットコインは、
ここもね、まだ380万を挟む展開かな。昨日ビュンビュンちょっと動いてるみたいなんだけどさ。日本のリートは若干下落して下髭伸ばしていて、アメリカのリートは小幅に、小幅高と。なので現状のマーケットの動きを見たんですけども、ちょっとその、半導体株はまだきついよね。きついっていうか、まだ、やっぱし金利が上がってきてる段階、日本の金利上がってきてて、アームの上場も控えてるので、グロース株全体的に、まだ上がってくるような感じではない。まあ、もう今月末はね、もう配当取りだからね。あと重要イベント控えてるので、はい。ちょっとポジション、新規のポジションも組みにくいよねっていう感じだとは思う。余裕のあるポジションだったら持ち越してもらってもいいと思うんですけどね。僕はそういった形でやって、剥離のものは切って、余裕のある分だけ残して勝負した結果、余裕のある分は一旦、ピークのところから利幅が減っちゃったんだけど、今はそれ超えてきてますから。日経平均そこまで戻ってないのに。直近の高値までね。だからそういった形でうまくコントロールして、かつ過去のバリエーションを意識した買いをやってます。ドタカレで買うっていうのは、最近やってないですよね。だってもう長期のやつで買ってるから、安いやつは。もう年末、昨年末から年始、今年の年始、半ばにかけて日経平均が上げていく段階でも、ね、すでに仕込み終わってるので、そっちの銘柄に関しては、もうちょっと長期銘柄に関しては、放置状態。で、目先仕込んだやつに関しては、含み益を伸ばしていくような形で、やってる状態かな。まあ、狙ってる銘柄があるからね、それ買いたいんだけどね。それ、ポチポチ病を抑えてますわ、なんとか。で、まあ、とりあえず今週に関しては今言った通りですよ。注意事項は、まあ、アーム上場までは半導体株はなかなか厳しい動きするかもしんないね。一番。はい。で、ソニー付随してソフトバンクグループが大幅高になってる。まあ、これ狙ってた通り。まあ、利益取れてる人多いです。おそらくね。で、あとは、為替がブレやすい。CPI 発表が明日なんで、で、アメリカのメジャー S 九州も、今週いっぱい、まあ、続くと。いう形ですから、いろいろとその、為替中心に動きやすい試合になると思うんですよ。で、グロース株はね、やっぱし今月終わるまではなかなか動きにくいとは思うので、そこあたりを意識してやってもらいたいかなと。で、より詳しい話に関しては、皆さんの質問とかに載ったりするのは、また今晩ライブ配信しますんで、10時ぐらい。10時にしよう。10時みんな集合で、また僕のチャンネルよろしくお願いします。最後によかったら僕のチャンネル登録と、あとツイッターのフォローしておいてほしいのと、あと、メンバーシップでテクニカル分析と勉強会やってるんだけども、今以上に力をつけたい人、一応結構ね、みんなね、利益取れてきてるんで、検討してみてください。はい。中にはもうオクトレになった人も出てきてるし、数千万、数百万、数十万、数十万とかの利益取ってくるなんてもうザラですよ。数百万ももう結構ザラに出てきてるぐらいですからね。月単位で言うと。なので、よかったら夜のライブ配信の、他のメンバーさんのチャットとか参考に、どんなもんなのかなっていうふうに思ってもらえたらなっていうふうに思います。というわけで皆さん今日も一日お疲れ様でした。また今晩お会いしましょう。撤収や、お疲れ様です。